ゼル選手が代表に指導で合流。あそうかど、ドイツ合宿だっけへえ、いいっすね。だって森保さんはさ、実際あの、あれでしょヨーロッパの選手たち、ヨーロッパの一流監督に教えられてる選手たちに、自分が教えられることなんてないからってことで、今みたいなマネジメントになってるみたいな、なんかね、ヨーロッパにも無能はいるわけだし、一流監督って言っても、 な別に全員が完璧な指導できてるわけじゃないんだから、自分は自分なりのマネジメントと指導すればいいと思うんですけど、なぜかそういうふうに、卑屈になって指導しない人ですからね。言い方、謙虚って言えば謙虚だけど、ね、そのまんまね、ワールドカップに向かう人の、僕はメンタリティーを持ってないと思いますから、そういうメンタリティの人に、ね、あの、引き入れられても強くはならないでしょうから、個人個人の能力のアップが、そのチームの能力アップになるだけで。 じゃあその個人個人の能力アップにアプローチできる人っていうと、まあ向こうで活躍してる実績がある人ってことで長谷部ってなるっていうのは、まあなんですかね、そういう理論,理論的にというか、うん、その論法的には合いますよね。ロールモデルカイザー。 とりあえず、技域術認証は、長谷部が、ちょうどチームが4日間インターナショナルウィンドウなので、お休みということで、急遽駆けつけてきました。えー、前回のワールドカップでキャプテンを務めてる経験値含めてチームにプラスになると我々が判断して、ぜひ来ていただいて経験を伝えてほしいと、今日、明日、明後日って、この3日間参加することになりましたって、ね。らしいですよ。うん。まあね、悪いことじゃないですけどね。ただまあ、ね、ポゼッション足りないから負けたって言ってる人がね、考えてる施策なんでね、まあ、本当経験伝えるとか今まで通りの超薄っぺらいなって思いますけどね。長谷部が悪いって意味じゃなくて。 なんかそのモチベーターとかそういうね、表面的なコーチじゃなくて、必要なのは根幹的な戦略ですからね。その理論を言い始めて、今の代表監督が務まるレベルって日本人は限られますよね。中田秀俊さんとかぐらいですか。もうそうなっちゃうし、だしね、別に、だからあれなんですよ。サッカー界だけそこいびつで、だって、ね、名俳優が映画撮ったらクソみたいなこともあれば、俳優やったことない人が映画監督やってね、一流の作品いっぱい作ってますから。そう、それがさ、うん。そんなのたくさんあるじゃないですか。 一流料理店のね、経営者は全員料理人じゃシェフじゃないですからね。それどの業界でもそれあんのに、まあ、サッカーに関してはそういうマッチョイズムなのか、選手やないとっていう、そこの使う能力が違うっていう、そこの分業性を考えられない人が多すぎますよね。それ僕とかを揶揄するのに、その学生時代サッカーやってなかったことだけで素人っていう人もいますけど、僕だけの揶揄だったらいいですけど、業界全体であいつは選手時代どんな実績を残したんだみたいな。 本質的なところに目向けないですよね。過去の実績ばっかりみたいな、ね。エンディケの哲学完璧すぎて羨ましいです。うん、哲、ま、学、あ、としてはね、頼りがありますよね。その試合の中での修正とか、そういう細かいところ置いといたらね、そう実際能力さっておき、ああいうメンタルで監督という仕事を望んでくれてたら、それだけで応援してます。応援できます。ヘプとか投げるスマン望んでるわけではなく、気持ちがある人にその職をついてほしいです。うん。謙虚になり方を間違ってますよね。 自分は向こうの監督に比べて実績だったりとか向こう行ってる選手に比べて選手としての実績ないからその分知性でサポートするんだとかその分、えー、今いる選手たちにより一層やりやすい状況に、えー、身を置いてサッカーやってもらうんだみたいなと言けど自分にはできないから自由にやらせますっていうすごいなその思考回路と思いますけどね。<music> Vision. Watching your every smile like your television. In your eyes, I see myself falling Make it make sense, it must be the temptation speaking. What am I supposed to do?